では再開したいと思います、はい、よろしくお願いします。後半はですね、少し時代を下りまして西行さんを慕う馬長さんについてちょっと話をしてみたいなっていうふうに思っています。はい、平井先生のちょっと本貸していただいていいですか。平井先生の、あ、そうです。今日平井先生が、私がなんか少し関わったものを持ってきていただいて非常にありがとうございます。で、私の、義経さんで最初に出版したのが、義経にまつわる28人の文章ということで、これはこの中に運命としての義経っていうのを書いてましてですね、僕は基本的に義経さんっていうのはですね、よく読んでみますとね、自分で何か行動するんですよ。人に与えられて、例えば一般の説であると、義経という人間は16の時にね、貧商人に売られて欧州に来たなんていう馬鹿げた説を言う人がいるんですけど、平治のあたりですかね、中でもあったと思いますが、常に自分がですね、10いくつで、そのいわゆる兵器に負けた、その負けた怨念をその仇討ちしようということを意欲燃えてるわけですね。そしてそういう人間と接触するわけです。それで最初は鞍馬寺に入ったわけですけど、まあ7歳とか8歳とかいろんな説がありますけども、最初はやっぱり優秀だったらしいんですよ、そうとしても。ところがそのいわゆる自分が義朝の子供であるとということを分かった時にですね、まあ、ひっくり返るわけですね。つまり仇討ちをしようという決意するわけです。そしていろんな手立てを打つ、そして自分から欧州に下るということをあの中では言うんです。つまり意志を持った人なんですね。復讐という意志を持って常に欧州に来た人、さっきは元就という関係の中でもちろん来たという大きな対局はあるんですけど、その中でもですね、義経さんのことを書いた別に義経物語じゃないですからね、方言物語でも平治物語でも、あれは義経さんなんていうのは駒の一駒に過ぎないんだから、あれはむしろ真実があるかもしれないと思うのは、義経はその中で例えば自分でその元服しようという時に自分で髪切り落としていくんですね、元服も。そういう意思を持った人なんです。だから普通の人じゃないってことですね、最初からもう復讐の鬼みたいな人。それが大きな大局の政治の流れの中で、まあ、後白河はその時から意識したかどうかは別にして、これは欧州との接点で使えるというふうに思ったのかもしれません。それはかもしれませんです。これは証明されることはないので歴史の謎としておきましょう。そういう僕はね、義経さんをずっと細かく見ていくと分かるんですけど、意志を持った人です。だから僕は義経の自己実現っていう感じを持ってるんですけど、人間が一つのことを思い込んだ時にそれを実現するためにどうするかっていうことを考えた時には、義経の行動とか考え方っていうのは僕はよく分かるなと思います。で、前回にも話したと思うんですけど、義経っていう人はですね、これはまあ司馬さんなんかも言うんですけれども、政治的な天才ってのは結構何人も出ると。だけど軍事の天才っていうのは民族に1人か2人しか出ないと。その中の一人だということを司馬さんなんかも言ってるんですけど、その説には僕も賛成です。ある意味ではその義経の才能っていうのは狂気じみてますけれども、いちいち理屈は通ってます。
そういういわゆる天才が皮肉にもですよ、平和の都市を築こうという欧州に来るんですね。これは歴史の皮肉じゃないでしょうか。それで義経をどうするかということで欧州は揉めに揉める。最終的に秀衡さんは亡くなる直前にですね、義経さんを将軍として中心としてね、欧州をやっていけと、兄弟仲良くしてということを言って慰問をして、起請文をみんなにその焼いて飲ましてですね、亡くなるわけです。これは巨匠乙ですよね。政治的な重しのような秀衡が亡くなった時に、泰衡といわゆる公家上がりの元就というものでは、あの頼朝の強固なその鎌倉というものを背景にした軍事力と、それはどういう意味かというと、東国っていうのは武士集団ですからね。それでそれぞれがもうかなりの資本蓄積と、それから、対平家との戦争の中で鍛えられてますから、相当にやっぱり強烈です。かたやですね、欧州は100年近くですね、平和の中で過ごしている。だからもちろん軍事教練があったりしてやってるんだろうけども、まあ今日本の今政治で自衛隊という形で軍隊かどうかわからないような形が残ってますけれども、同じようなやっぱり平和ボケという言い方は失礼なんだけれども、やはりもし鎌倉と戦った時には義経がいるいないっていうのは強烈に大きかったと思います。それでそれは義経のバックにはですね、京都のやっぱり公家、それから院長、つまり後白河法皇につながる政治勢力がいたと考えるべきなんです。ただ単に義経は頼朝に追われて逃げたという言うんじゃなくて、要するに義経を必要としたサロンがあったと。義経を何とかしないとこの国は要するにみんな頼朝に取られちゃうよという、そういうことがあって、つまり義経を中心とした政権を作れというようなことがあって、秀衡さんのその遺言の中にはそういう政治状況が如実に現れていると僕は思うんです。つまり平和を保つためには義経の軍事的天才が欧州には必要であるという認識があったのじゃないかというように思うわけです。そこのところに西行さんも一つ関わっていると私は見ております。でこれが歴史の背景として見ると、西行が欧州に来た歌として素晴らしいなとか、いやこれは悲しいなとかいっぱいあるんですけれども、そういうふうにしてその政治欧州をめぐる、欧州平泉をめぐる政治背景として平泉を見た、あるいは西行さんを見た、それから義経さんを見たという時に、私は余計にその考えが震える思いがしてくるんですね。だから歴史は面白い、単に歌がいいとか悪いとかじゃなくて、ものすごい政治状況をみんな背負って命がけで生きていたわけですよね。69歳でやっぱり山越え谷越えね、天下の歌人が来るわけですから、それで何人も家来連れて腰に乗ってくるわけじゃないですからね。袈裟に身を包んでそれで来るわけですから、それで鎌倉じゃ怪しまれて捕まるわってたりするわけですからね。それがまたすごいじゃないですかね。そういうやっぱりことがあって、
平泉があり、そして平泉は滅んでいくわけです。非常に残念なんですけどね。さて、このこういう天才たちを慕った人たちがいっぱいいるわけですけど、その中のやっぱ 頂点がですね、松尾芭蕉じゃないかと僕は思ってます。この松尾芭蕉の辿ったコース、欧州の奥の旅の旅をたどりますとね、まさに西行さんが歩いた、義経さんが歩いたところをみんな網羅してます。北国街道もそうですけどね、北国街道っていうのは義経が欧州に逃げて逃亡してる時に渡ったところです。出羽から入りますよね。義経記にはそこのところよく書いてるわけですけども、まああれが事実かどうかは事実だったとしましょう。それをそのコースをもう丹念に歩いてます。ですからこの芭蕉の奥の細道の旅っていうのはですね、西行と義経追悼の旅っていう言い方もできるんじゃないかというふうに思うぐらいです。それぞれ常に芭蕉は西行さんの歌、ここで何を歌ったかということ、それから義経はここでどういうことをしたというふうなことを常に思って、そしてこの旅を続けました。それでこの中ではですね、木曽義仲の歌も印象的に歌ってますね。で木曽義仲と同じお墓に入るんですけど、義経寺というところがありますけど、そういうことがあってですね、僕は松尾芭蕉っていうのは義経フリーク、西行フリーク、まあ要するにオタクですね、じゃないかなと思うぐらいには思ってます。それでこのまず西行さんの歌で、僕はこの西行さんの人となりをよく表す歌があるんですけどね、この6ページに武者への歌っていうのをちょっとまとめているんですけど、ちょっと見ていただけますかね。これちゃんとですね、清盛の歌もあるんですよ。それからこの木曽義仲の歌もあるんですよ。それで僕は特にですね、印象に残る歌が木曽義仲へのこの何て言うんですかね、亡くなったことへの哀切って言いますかね、これはもう真実味があるなと思って、この西行さんがなぜ出家しなければいけなかったかという思いがですね、こういった歌の中に込められているんじゃないかなと思うんですね。無常って言いますかね。その中でちょっとね、読んでみますとね、まず秀の山こゆる絶え間は腹じかし、亡くなる人の数続きつつっていう歌があるんです。これは7ページのところですけどね、あとはこのその前にね、秀の山こゆる絶え間は腹じかし、亡くなる人の数続きつつ、これですね、これはやはり言葉書きがあるんです。それでこれが有名な言葉書きなんですね。武者の限り群れて秀の山こゆらん、山出しと申す恐れはあらじかしと、この世ならば頼もしくもや、富士の戦をかとよ、船いかだとかや渡りにたりけりと聞こえしこと思い入れられっていう、これを言いますとね、現代語形しますと、武者たちが限りなく群れて秀の山を越えていくようだと、木
木曽義仲は山賊かという声もあるが、それはそうじゃなかろうと。一緒に行くのであるから、この世であるならば実に頼もしい光景ではあるのだが、昔頼政殿も宇治川を馬をいかだのように貫いて激流の中を渡ったと聞いたことが思い出されるっていう歌ですね。で、歌をまた訳しますと、戦によって秀の山路を越えていく人が亡くなるということはないのであろうか。今日もまたそこかしこで戦で人が死んだという話を聞くにつけてっていう歌なんですね。これはこの歌だけ聞いてもですね、清平さんの平和の思想って言いますか、戦争を起こしちゃならないというようなね、これは間違いなく無差の世になったわけです。この慈円っていう、やはり天台寺の座長までやった人がいますけど、これは西行さんよりもだいぶ若いですけども、新古今にもだいぶ取られている。ちなみに西行さんは新古今和歌集に94歌 入っているんですね。一番だと思いますけども。で、慈円さんっていうのもかなり90近く入ってるんだと思いますが、天才雑ですよね。そういう人が平治の乱によって日本という国は無差のようになったということを武漢省っていう中で告白するんですけど、まさに戦争の時代に突入したっていうことですね。これがあの時の西行さんや義経さんをこう貫いていた政治状況だったと思います。そしてそれを西行さんという人は非常に嘆いていたということですね。この4つの歌っていうのはまさにこの一番最初のね、上のところに朝日にや結ぶ氷の句は溶けてって、この朝日将軍って言われますからね、木曽義仲は。これはやはり木曽義仲に対する哀切の歌です。この4句は私はこの西行の歌の中でも非常に素晴らしい歌じゃないかなというふうに僕は思っています。それでその慕う芭蕉という人もですね、今度はその江戸時代という中、元禄ですね、元禄の人なんです。だから、奥州が滅んでちょうど500年の記念の年に奥州に下るわけです。で、奥州に下る時にどういう決意を持ったかというと、これはもうはっきり言って死も覚悟してますね。この有名な冒頭がありますよね。月日は100代の価格にして行く交う人もまた旅人となるというようなことを言って、個人も多く旅に死せるあり、世もいずれの年によりか偏偏の風に誘われて漂泊の重い山というふうなことを言ってますけど、まさにこれは私は西行さんの後を行くよと、漂泊するんだということ、それで漂泊の中で死ぬんだということを決意して旅に出るんですね。これが松尾芭蕉の決意で、それはこれ申しますとね、要するに日本文化のこう連綿と続く中で、自分もその一人としてそれを次の時代に継いでいくんだっていう僕は意志の表れで、その日本文学の中で一つの最高傑作の一つがこの僕の細道じゃないかなというふうに思ってるんですね。それでその中でもやっぱピークが平泉で歌った歌じゃないかと言われています。それは心のピークがですね、まず平泉というところで、でもね、わずかなもう滞在です。
一日もいないです。なぜその一日もいない、他でいっぱい投入して楽しんだりもしてますけど、ものすごく早々と帰るんです。それはね、僕はよくわかるんです。心を癒される場所じゃないんです。心が騒ぐ場所なんです。つまり自分のヒーローである西行さん、あるいは義経がここで亡くなったっていうことですからね。そう考えるとね、場所の気持ちはよくわかるんです。夏草や強者どもは夢の強者ったって、これは誰でもないですからね。要するに一般の死んだ人たちっていうことじゃなくて、義経ですからね。鷹たちで読んでるわけですから、これはもう間違いなく義経、それと義経の老頭ということなんですけど、そこでその名句を読む。光どもね、歌も素晴らしいですけど、僕は鷹たちでその歌を読んで涙をこぼしてしばらくいたという義経の気持ちがわかる気がします。やっぱりしばらく呆然とあそこに立ってたと思うんですね。で、実は1689ですからね、行ったのは500年後ですから。で、1689のあたりにはですね、今の義経堂が、新しい義経堂が立ってたんですね。だけどやっぱりね、新しいものは読まない、読み込まないっていうのは、これこういう西行さんもそうだし、芭蕉さんもそうですよね。西行さんの歌に中尊寺の何々堂が素晴らしいってないでしょ。いや、ないんですよ。高野山の何々堂を自分が建てたら素晴らしいなんてね、自己雷さんみたいなことは絶対しないし、新しいものはあんま好きじゃない。好きじゃないっていうか、歌にならないと思ってるんじゃないでしょうかね。夏草でしょ、振り残してや光堂って。光堂はあるけどね、別に光堂を褒めてるわけでも、鞘堂が光をね、光堂をこう押さえてて、それがお墓にも立ったのかよということですからね。だからそういう面で、これは日本文化に極めて共通する。わびさびとは言わないけれども、肝心のものはなかなか読み込まないということがあって、それと同時に中尊寺供養館も読まれると分かりますけどね、金色堂のことは一つも言ってないでしょ。肝心なものを読まないと、これ文化にあるんじゃないでしょうか、日本文化の流れの中に。つまりね、移ろなんですよ。移ろうっていうか、移ろうものじゃなくて、その奥にある本質みたいなものを捉えるっていう感覚が、こういう西行や芭蕉にはあるっていうふうに思ってます。それで芭蕉の考えの中には、利休のお茶のごとくね、あるいは葬儀の歌のようにって、日本文化に連なる文芸のやり方みたいなもの、それは一つであるっていうことを言ってるんですけど、僕は日本文化に通底する本質的なものは、こういう西行さんの歌や芭蕉の歌にはあるんだと思います。そしてその芭蕉の考え方の中に、不易流行ってありますけど、不易っていうのは変わるものと変わらないもの、変わっていいものと変わって悪いものっていうことですよね。つまり西行さんを後を継ぐっていうことは、和歌じゃなくて彼は徘徊の道であったわけですね。それを変える、つまりその時代っていう要請の中で、やはり五七五の中で読み込んでしまうっていうのは、新しみっていうか、新しみっていうか、そういう思いがあって、和歌じゃなくてその徘徊でそれを読み込んでしまうっていう、芭蕉の独特のっていうのも、これは日本文化に通底してますからね。要するに同じことをやらない、それであまり本質的なことはその歌に読み込まないっていうことで、虚ろに見えるじゃないですか。例えば
あの芭蕉の有名な歌でね、あの古池は蛙と見込む水の音なんてあるけど、何気ない歌だけど、その中に永遠性を感じる人って多いんですよね。そのポチャンとした押したそのカエルのこう波紋がなんかこう銀河系の宇宙のように感じるなんて人もいるし、これは芭蕉の歌だからっていうふうに思うかもしれないけど、古池でしょ。だからそういう面で、あるいはさまざまなことを思い出す桜から、まあ逃げないんですよね。だけどこの歌っていうのは、あの僕も随分調べたんですけどね、芭蕉さんっていう人はやっぱり武者なんですよ、昔ね。それでその実は徘徊が好きな、あの禁獣って言いまして、あの若い頃からその殿様と一緒に育てられる禁獣の一人だったんですね。だから禁獣っていうのは、その殿様が、あの若殿が出世すればそのまま殿様になって、その殿様の側近になるわけですよ。二つぐらいしか違わない。だからその人がやっぱ徘徊を好きだったらしいんですよ。だから背後を持ってて、芭蕉も若い頃からそれやってたわけですね。ところが死んじゃ、25かなんかで死ぬわけですよ。芭蕉が23なはずです。それでもう前途は、その殿様死んじゃってるんだから、これ前途は真っ暗みたいなもんじゃないですか。これ出世街道みたいなのが急に途絶えるわけですから、そういうやっぱり時に、芭蕉はその若殿が開いたこの徘徊の席のことを思うわけですね。そして何十年か経って同じ桜を見た時に読んだのがこの様々なことを思い出す桜からなんですよ。これ実感なんですね。何気ないんだけど、これはすごいのはやっぱり芭蕉の凄さであり、それをこういう平明な何気ない言葉で言うと。それでね、これ芭蕉さんっていうのは、あの謎の多い人なんですけど、出奔したと言われてるんですよ。出奔っていうのは、武士のこう一族から逃げ出してどこに行ったか分かんないと、大阪に行って徘徊の道を志したらしいんですけどね。実はその前に、その殿様の以外、多分神だと思うんですよ。神登りっていうのが高野山に儀式としてあるんです。そしてお墓みたいのを作るんですけど、そうするとある程度の人っていうのは、もう敵も味方もなく高野山にお墓を持っているんですけど、日本奏者って言われるのが高野山ですけど、そこに殿様の遺灰、遺髪だと思いますけど、遺髪を持って神登りするわけです、ね、そしてそのまんまいなくなると言われてます。それでつまり出家ですよね。出家じゃないな、いわゆる世捨てですよね。一瞬で徘徊の道を志す、大阪に行ったと言われてるんですけど、それでその徘徊の道で一つの宗主の暗いっていうか、まあ暗いったって大したことないですよね。まあ、こういう何十人かの集まりの中で汚点をつけたり、それでなかなかいいねとか、じゃあこの俳句はここを直したらよくなるねっていうようなことをやって、宗匠と言われるようになったんでしょう。やっぱり一家を増したわけですね。そしていろんな思いをたどってさっきの歌を読んだ。 その時に、あの日本人として芭蕉が評価されるっていうのは非常に僕は分かるし、西行さんを新しくこう徘徊ということ、後に徘徊は俳句というふうに変わるわけですけど、あのやっぱそういう形で新しくなっていくという中で、芭蕉が果たした日本文化に果たした役割、それから平泉という評価、平泉というところがですね、評価されるゆえんというのは、僕は松尾芭蕉も多大な貢献をしているというふうに思います。さっき言いましたように、西行という人が
天才が歌人がここに来た、いろんな政治的な思惑があったこともよく分かりました。で、義経という軍事的な天才がここにいた、なぜここに来たかという、さっきいろんなことを言いましたけれども、やはり政治状況が狩りを必要とした、そして、兄頼朝のために戦ったことがあまりの、要するに素晴らしい成果をもたらしたために、こいつはやばいと、これと奥州がくっついたらどうなるんだよという危機感も頼朝にあって、そして最終的には政治的な圧力でよって義経は自害追い込まれ、そして亡くなるわけですけども、そのいろんな一連の物語を500年経って天才、一人の天才である、要するに生涯捧げてるわけですからね、芭蕉もいろんな思いで、彼も侍、考えてみればみんな侍じゃないですか。西行さんも侍で、芭蕉も侍であった、まあ吉野さんはもちろん侍の中の侍、そういう面で日本文化っていうのはそういう形成のされ方をし、今日に至っていると。それで最後にですね、私は平泉文化というものをこう考えた時に、ここにこの場所に岩手や宮城やでは山形、こういうところにいる人っていうものの中にはですね、必ずやね、このさっき伊達政宗のお話をして、ここにいるってことはこの場からエネルギーをもらうんですね。つまりこの阿部たち、クリア川の策があったと言われるこの阿部たち周辺にいるってことは、私たちはそのエネルギーをもらって生きて、そして何か無意識の中でそれをこう発散してるんですけどね、僕はそれは場所っていうものが私たちにもたらすものだと思ってるんです。で、この私のこの中尊寺供養賀門研究なんですけど、この最後の後書きのところで僕は言ってるんですけどね、やっぱり盛岡という奥州の場所にあって、何も中尊寺供養賀門を読まなくても、ニトベイなどは中尊寺供養賀門と同じことをやってくれるんですね。日米和平のために数十回日米を往復し、なんとか戦争回避しようとした、そういうことをあるっていうのは、さっき言ったようにこの場所に生きる人たちがそういう無意識の中で後押しされてるんだよと。それをやっぱり西行なり芭蕉なり、そういう人を感じられる人で、それを歌にしたり俳句にしたりできる人なんですね。私たちも何かそういうことをできるものがこういう場によって感じることによって起こるんじゃないかと思います。それは宮沢賢治の歌にもよく現れてるし、宮沢賢治が中尊寺という詩を文芸賞をやった時に、詩集の舎利の小刀にっていう歌ありますけれども、それでこれは頼朝がその中尊寺に来た時にね、ギョロッとその仁王に睨まれて何も取らずに帰ったよっていう歌ですけれども、これはやっぱり賢治が無意識の中で中尊寺っていうものをアイデンティティとして、平泉っていうのをアイデンティティとして持ってたという何よりの証拠じゃないかと思っています。そしてこの3回私はいろんなことを話させてもらいましたけれども、私自身もこの阿部寛さんのこの魂のこもるここでいっぱいいろんな気を感じ、そして今日はお前はそのパソコンばっかりやってるからパソコンから離れてお前は肉声で今日はやれと昨日から言われてるような気がして、今日は気合い入ってなんかこの辺がピリピリしながらですね、2時間ほどしゃべらせていただきましたけれども、本当にありがとうございました。またこれをご縁に機会がありましたらよろしくどうぞお願いします。
疲れ様でした。長い時間盛岡に私たちがこうして住んでるんですけれども、平泉のことを勉強することによって、あのものすごくもうすごい機能あるっていうか、もう普遍的な価値のあるところに住んでるんだなって思いますので、それぞれに皆さんはあのこれからますますご活躍されることと思います。それであの最後になりますけれども、あのご質問もあるかと思いますので、そちらとあとそれからあの平泉に関してのいろんな団体といいますか、あの勉強会とかでいろいろとあのなさってる方もいらっしゃいますので、ちょっとそれぞれに何かご紹介いただければと思っております。じゃあ何かあの先生の方にもあのご質問とかがございましたらばどうぞご遠慮なく。もう3回を終わりまして、もうしばらくお会いできませんので、何か、はい、話せる。すみません、今日はありがとうございます。あの先ほど水戸部稲造幹線のお話が出ましたが、はい、あのまあ、水戸部基金会の一つもお世話になっていまして、今度生誕150周年が今年、8月ありますが、あのこの供養願文のことをこうやってらしたという先ほどおっしゃった、その平和的な思想のもうちょっと何かこう加えて教えていただくということがあればと思います。あのさっき前半でもお話ししましたけど、新渡戸稲造さんはアメリカでやっぱり西洋文化と接触したわけですね。その時にあの人はやっぱり流暢な英語を喋りますから、お前のところで宗教は何なんだよと、日本人は何を宗教してんだよって言われた時にうーんと考えて、その時に武士道っていうことが直感で浮かんだんです。それで考えてみると、いろんな規範が武士道にのっとってるようなということで、これはあの武士道っていうのは何もね、死ぬことと見つけたりばっかが武士道じゃないんですね。こう日常茶飯のこの人との接触の仕方とか生き方であるとか、覚悟を決める時のあり方は全て武士道なんですね。つまりあの何かその江戸時代のその葉隠れのような武士道とは違うものが私たちの中にあるっていうことを僕は常々思ってまして、それの一番典型が僕はあの新渡戸稲造さんの武士道っていうあの本に代表されるものじゃないかなと思って、それは私たち日本人の規範力、いろんな倫理観であるとか生き様であるとか、あの一方では武士道っていうのはね、刀を刺して馬に乗ってどう刀を使うとかっていうことがなんか強調されますけれども、そうじゃないもの、そして精神文化として覚悟であるとか、こういう時にはどうするかというようなこと、仲間をどうするかとかっていうようなですね、あの心の規範力と申しますか、倫理観というか、それは宗教につながるんだと思うんですけど、それが日本人にはあって、その中で例えば宗教っていうのがいろんなものに分かれているんじゃないかなと思っていまして、私は新渡戸稲造さんのその先見っていいますか、それがあの世界に通じ、その人が平和の使者としてね、日米の架け橋になるんだっていうことを思い、そして何としても戦争をあの起こさせちゃならないということを思った思いが、清平さんの中尊寺供養願文を無意識で体現しているもんだというふうに思っているわけです。よろしいでしょうか。ありがとうございます。はい。はい。あの二つほどお願いしたいですが、はい、あの6年生の番号に聞かれたんですけれども、はい、一つはですね、義経の首ですね、はい。送られたと言われているけれども本当なのか。はい。一つは義経伝説っていうのがあるわけですけれども。はいはい、伝説は事実関係はどういうものかと、はい、いうことなんですが、はい、教えていただきたいと思います。難しいですね。義経さんの首は
あの微酒、要するにアルコール漬けですよね。アルコールに漬けられて、あの持って行かれたんですね。高平さんが持ってたと言われてますけれども、あの 藤沢で投入し、そこで今クビアライドっていうのが白旗神社さんに残ってますけど、そこで吟味されて、あの腰越の浜で、あの首実験されたと言われてます。その首実験には、その義経を憎んだとされる悪玄太ですね、なんだ、あの梶原景時ですね、あのおりますけれども、あのおそらく間違いなく確認されたんだと思います。そこの場面が、あの吾妻鏡に載ってますけど、もうそこでもみんな涙してるんですね。だから、あの吾妻鏡の中で僕は、あのそういうことを読んでると、つまりもうすでに義経に対する連品の情、方眼美意、半眼美意がもうその場で誕生してるんだっていう思いがしております。ですから、あの焼かれていたのでそれは偽首だろうということを、あの言う人もおりますけれども、間違いなく僕は、あの首実験されて焼いてもいないはずですね。それでその状況はどうかというとですね、僕はそれは永遠の謎なのでですね、僕の考え方は、あの先月も申しましたけれども、平泉っていうのは平和で決壊された、つまりあの人を殺したり獣を殺したりしちゃいけない場所として決壊されているので、平和の決壊ですね。いわゆる今の言葉で言うと、なんて言うんですかね、いわゆる平和都市ですから、そこで殺したんじゃなくて、今の説としては、あの接待館、衣川、対岸の衣川のところですね、あそこはちょうど中尊寺から見ますと真下ですから、当たるところで、あの殺されていると言うんですけど、僕はもうそれが僕のいわゆる平和都市、あの平泉っていうのは、あの平和で決壊されてますから人殺しできない、ましてやそういう義経を殺したりはできないから、何かしらの形で、例えば大化の改新で、あのイルカが殺されます、首が跳ねられますけども、ああいう状況があって刀を抜か取られ、で儀式として来た時にわさわさっとこう集まって殺されてしまったんじゃないかなというふうにして僕は推測しておるんですね。で実際には自物像にこもって自害し、あの自分の娘もね、あの自分で殺して死んだというふうに言われてるけど、ちょっと違うんじゃないかなという気はしております。ですからそこのところは歴史の謎なので、僕はあの首が焼け首であったとは思わないです。でやっぱり義経さんというのは怖い人だから、あの例えばあのたとえ10人足らずしか始終がいなくても、10人足らずでも100人100機200機の大軍はすぐあの逃亡してしまうぐらいの人だから、そのあたりはですねやはり怖いから、僕は大化の改新のような形でそういういわゆる暗殺ですね、が行われた可能性が強いんじゃないかと、それで接待館がそれで利用されたんじゃないかなというふうには考えています。それから義経伝説なんですけども、義経伝説にはやはりあの義経記があの果たした役割が大きくて、その義経記のそのいわゆる逃亡し逃げるで逃げる時の弱さ、それがまた美しくて、あるいはあの例えばあの歌舞伎なんかで言いますと小方っていうんですかね、あのまあ能でもそうですけど、子供が演じる役なんですね。義経さんって小さいんです。それで弁慶がすごいでかくて、何でもそうなんですけど、能でも歌舞伎でも、まあ、あの義経さんはもうなんか少年のようにもう小さくて、でそういう、まあ、一種のなんか子供のような形で演じられるんですけど、そういうこの義経記が果たしたそのいわゆる義経伝説の役割っていうのは非常に大きいんじゃないかなと。それ
それとあとこのいわゆる北高雪ですけども、そして北海道に逃げて、さらには大陸に逃げて、モンゴルの王者になったっていう、面白い説もありますけれども、それはそれで、まあ、伝説としては面白いんだけれども、事実としてはやはり首は実験されて、頼朝っていうのは良い周到な人ですから、それが偽首だかそうじゃないかというのは間違いなくチェックしてますから、それはないだろうと。そして北高雪は伝説としては非常に日本人のロマン、歴史ロマンとして非常にユニークで、ただそれが戦争の一時期に利用されて、日本民族っていうのはあっちにも行って、その義経みたいな人はその向こうのヒーローになってるっていうようなものに使われたという部分は歴史の反省としてあるんじゃないかなというふうに思っております。以上でよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あとはございませんか。お願いします。はい、ちょっと先ほどですね、はい、義経さんは頼朝の政治的圧力で自害に追い込まれたというふうにおっしゃったと思うんですけれども、はい、で今のところでは衣川の接待でなんか殺された、はいはい、これはどうですか。一般に、今これは僕の説なので何とも言えないですけども、まず接待館で殺されたんじゃないかというのは一つの定説です。でさっき言ったように、それが大化の改新のようにして、そのイルカのようにして殺されたというのは私の発想です。ですから私の説であります。そしてどうやって亡くなったかはわからない。それで衣川合戦という形で義経記には書かれています。そしてあそこでその一族が、一族というか義経さん始終が戦って亡くなった。で衣川の合戦、衣川の合戦と高立ち合戦とどういうふうに符合するかって考えますと、今、弁慶のお墓がありますよね。そしてすぐ横の文化館ですか、平泉文化館の横にはいろんな始終のお墓が点在してて、あれ昔からあるんですね。あれはどうやって作られたかわかんないんですけど、私の考えとしては通常高立ちっていうところに義経さんが暮らしてた。で高立ちもね、500年前ですとね、もしかするともう少しこう衣川寄りに山が広がって、今どんどん山が北上川にとって浸食されてているので、随分高立ちが小さくなってますけど、もしかすると衣川の方まで何百メーターあるかどうかわかんないですけど、もう少し山がこうあって、平地もあって、衣川寄りにあった可能性がある。そして義経が殺された時に、もしかするとですよ、高立ちからなんかおかしいぞということで、こう下に高立ちから衣川の接待館まで距離ありますよね。距離感わかると思うんですが、かなり距離あるんです。いわゆる平泉文化館のあたりから接待館のあたりまで、おそらくは距離にして 1.5 キロぐらいあるんじゃないでしょうか。そうするとその間に大軍によって殲滅させられた可能性があるなということは、一つの説として起こり得るんじゃないかな。前はまあ、松尾芭蕉もそう思って、あそこの高立ちで夏草やっちゃうものが有名なと、前はあそこが義経終焉の地って言われてたんですね。だけどどうもそうじゃなくて、これはいろんな公家の日記とかなんかを総合すると、接待館の方が近いぞということになって、今は一つの定説として言われるようになりつつあるんです。であそこの距離感がどういうふうになるかというと、僕は平泉という都市そのものがいわゆる摂政禁断の場所ですから、それは僕の説と符合するなっていうのがずっとこの5、6年思っていることなんです。ただ真実は分かりません。以上です。分かります。
それでこれはですね、私の方からのご案内ですけれども、こちらの資料に同封されてて最後に1枚があると思いますけど、この今回一ノ倉邸の未来住み講座は3回で終了しましたけれども、引き続きですね、盛岡市中央公民館の方の2階の視聴覚室を活用させていただいて、同じような3回シリーズになりますけれども、その私たちの世界遺産平泉文化を学ぶというテーマで3名の方に講義していただきます。佐藤弘也先生には10月の28日になりますけれども、繰り返しというか重複するところもあると思いますけれども、藤原清衡の戦争体験と中村清願文についてご講義いただきます。そして2回目は11月の4日になりますけれども、菅野清官氏、中尊寺仏教文化研究所の主任でいらっしゃいます、この方をお呼びして平泉文化の母体である国見さん廃寺跡ということについて詳しくご講義いただきます。で3回目は、菅野文夫先生、岩手大学教育学部の日本史 の専門の先生でいらして、鎌倉時代の中尊寺文書を読む、平泉との交流がつながって鎌倉の、鎌倉の政権になって時代がまた移っていくんですけれども、その時に中尊寺との関わりのあるその文書を読み解くということで、つながりがありますので、ぜひこの機会にまた継続して聴講していただきたいと思います。本当に3回に続いてありがとうございました。お疲れ様でした。